イギリス、ヨークシャーデールズイタリアでは中世、丘の上に、城が築かれたり、有力者の邸宅を中心にして城壁に囲まれた、小さな町が多数作られた。日本の岡山県、久米南町の棚田と、民家日本、佐賀県東松浦郡玄海町の漁村の集落。ハンガリー、ノーグラード県の戦場集落。ブラジル、ペルナンブーコ州の田舎町。アメリカ、 インディアナ州の田舎道維持。中華人民共和国古北省の田舎。田舎は、都市、都会、都などの対義語となる概念。本校では、田舎や田園、ひなや里と呼ばれるものについて解説する。学術や政策においては、村落、農村地域、農産業村地域、多自然居住地域などの表現が用いられることが多い。これらの表現は、 焦点の当て方により使い分けられる。田舎、ひな、ごとは、都会から離れた土地を意味する、人口や住宅がまばらで偏僻な地域を指す、概念、用語である。もう少し具体的に言うと、農村、漁村、山村、離島などとなる。また、田舎は、故郷を指す場合もある。日本語の、田舎は、漢字などの漢籍にあった田舎に、和語の、 田舎を対応するように組んだもので、日本書紀や、イロハーザル衣装などで使用されており、万葉集では、巨中という訓の使用が確認できる。ひなという字は訓読みでは、ひなと読み、ひなびた、地域、ひなには、稀なというように用いられている。ひなの語が確認されるのは、騎士和人伝における、ひな森からである。ひなとは本来、近畿から見て、 西方と北方を指し、東方は、東と呼んで区別した、歴史経緯がある。また、雛という字は、下げすむという意味で用いられる例が多いために、雛を嫌い、豪を用いる場合もある。日本では、飛鳥時代から、奈良時代にかけて、藤原系や平城系などの大規模な都市が、初めて建設されたが、貴族層を中心として、 これらの都市の住民の中に都市住民としてのアイデンティティが形成され、その裏返しとして都市以外の地域や住民に対する優越意識が生まれたことが万葉集などから読み取れる。これにより都市以外の地域を別世界、すなわち田舎と捉える概念が発生したと考えられている。日本国語大事件によると中古は平安系の外側全てが 田舎とされていた、という。鎌倉時代の文書には、英山、恩城、高野、京中、田舎と見え、重要な地域以外はすべて、田舎と称されていたことがわかる。また、同時期の他文書によれば、京郊外や鎌倉、在地の荘園も、田舎と認識されていた。17世紀初頭に成立した、日暮辞書は五期内以外を一般に、田舎と呼ぶとしている。 田舎という概念は都市というものができて初めて登場した。一般に都会ではない場所、人口や住宅の少ない地域が田舎とされている。とはいえ、田舎と都会に2分するとしても、はっきりとそのような境界線があるわけではなく、線引きの仕方は様々あり得て曖昧である。都市部の人口が飛躍的に増加するなど世界規模で都市化が進んでおり、 都市周辺の田舎も都市文化へと吸収されるなど多様な文化が単一化しつつあるという指摘もある。世界的に都市文化への吸収と単一化が指摘されている。都市に住む人口が増加して世界規模で都市化が進んでいることが一つの要因となっている。また都市は田舎の存落とは異なり自給自足で生活を維持し発展することはできず、 郊外の田舎を都市に組み込みながら増殖するしかない。都市化により従来存在していた文化の境界が曖昧になり、多様性のない確一的な文化が出現しつつ、あるという指摘がある。イタリア、モンテルポーネの民家、樹木、野原、ペットの犬たち佐賀県唐津市大地町にある、大地駅都市文化は、進歩的あるいは近代的というイメージが持たれることが多い。 都市文化の進歩的、近代的というイメージは人々を田舎から都市へと流入させる契機にもなっている。国連の調査によれば、1500人以上を要する都市部の人口は、1900年代には世界の総人口の10分の1であったが、2000年代には世界の総人口の半分となり、2025年には世界の総人口の3分の2に達するとされている。 しかし、田舎から都市を目指した人々も、チリのコンピメントや、ブラジルのファベーラーなど、都市の中心部からは、離れて、スラム街を形成している場合もある。エジプト最大の都市であるカイロでは、数十万人が、郊外の墓地で生活している。ヨーロッパ昔から、夏季の長期休暇で、都市住民は、田舎で暮らすということが定着している。 日本でもようやく1980年代後半頃から価値観の多様化が急速に進展し、それまで否定的な面ばかりが強調されていた田舎暮らしの良さを見直す人々が現れた。それが具現化したのは日本で1990年代後半頃から顕著となったグリーンツーリズムの動きである。これは田舎の生活を 一時的に体験する旅行を指しており、都会に流れた人口を移住という形ではなく、観光という形で一時的に田舎へ呼び返そうという試みである。このような交流によって変化に乏しく閉鎖的な田舎へ刺激を与えようという意図も含まれている。都市住民においても多忙な都市生活から抜け出して田舎を志向する傾向が強まってきており、 十分に需要が存在している。ヨーロッパでは昔から都市住民が夏季に長期休暇を取得し田舎で暮らすという生活様式が定着しているわけで日本のグリーンツーリズムはこうしたヨーロッパの生活様式を遅ればせながら導入しようという動きである。日本では1980年代頃より都市から田舎へ回帰するーターン現象が現れた。また 都市部で生活している人々が自分の出身地とは別の田舎に移り暮らそうという動きも現れた。例えば、定年退職する人で田舎を永住地とするつもりで本格的に農業を営みつつ暮らす人や30から50代のうちに田舎で林業の仕事を始めつつ暮らす人、漁師の仕事を始める人、農業を始める人などがいる。近年では、 人口減に悩む地方自治体が全国の相単希望者を視野に入れつつ都市部での生活では受けられない様々な好条件を付加価値として提示しつつそのような生活を希望する人を募集することが行われるようになっており成果が出ている市町村も多いドラマや映画といった実写のメディアでは田舎が舞台の作品は多数制作されていたが近年では 漫画、アニメなどで実在の田舎を舞台として描かれる作品も増えつつあり、作品の舞台が巡礼や地域おこしの対象として注目されることもある。ありがとうございます。